こんにちは、白吉和です。今回は、バンカーショットについてレッスンしたいと思います。まずですね、皆さんバンカーショットすごく苦労されてると思うんですけども、まず皆さんまず基本的なこと、体はオープンに構えて、できるだけ手も低く構えて、で左に振りにしっかり上から打ち込んでいくというふうに習ってるんですけど、多分なかなか出ないと思います。なぜ体を開いて手を低くするかというと、ボールの下にしっかりヘッドを入れるために、クラブをできるだけこう尖らしてるんですよね。わかりますかね。こうまっすぐするとソールはまっすぐなんですけど、手を低く構えることによってここが尖ってきますよね。さらにフェースを開くと、ここも尖ってきますよね。でこの尖った部分をしっかりボールの手前、この3センチから5センチのところに打ち込んでいくことによって、しっかりこのボールの下にヘッドが入って、球も上がりつつしっかり脱出することができます。できたら皆様試してください。では1回打ってみたいと思います。尖らすということはですね、こうまっすぐ構えるとバウンスの部分が真っ平らなんですけど、ハンドダウンに構えることによってここが尖ってきます。するとここが砂に潜りやすくなるので、できるだけハンドダウンに構えてっていうことはそういうことです。なおかつ、フェースを開くことによって、さらにここが前に出て、さらにここも尖ってくると、するとやっぱりボールに一番砂に入りやすくなってくるんで、ヘッドがバンカーショットは出やすくなります。でその辺の理論を踏まえつつ、アドレスしてもらうと、自然に体は開いて腰もどんどん低くなってくるのでっていう理由があるので、皆さんぜひその辺も理解しつつ、構えに入ってみてください。だからこの今みたいにこういう硬いバンカーでも下にこう入っていくんですけど、これが尖ってないまま打つと、はい、今みたいにザクザクザクってなって、やっぱこう手を低くすることによって、この一番広いところが当たるんで、潜りすぎがないと、足も広く開いてもらって、しっかり膝も曲げてもらって、手も低くキープすることによって、しっかりこの一番バウンスの効かしたいところが地面に当たりやすくなるんで、これがでこう棒立ちになってこうなると、この先に当たりやすくなるんですね。先に当たるってことは、もうロフトも立ってきて、このバウンスが効かない状態でザザザザザとこのボールとフェースの間に砂をいっぱい噛むので出ないんですね。じゃなくて、しっかりこうフェースを開いてあげて、しっかりかがむことによって、バウンスも効きつつボールの下にヘッドを入れていけるので、しっかり出せるという。というふうです。はい。
ールの3センチとか5センチ手前には入れるんだけど、はい、入れます。ってことはボールの下までをくぐらせるというか通過させるっていう。そうです。ボールがあったらボールの下をヘッドが通らないと出ないんですよね。じゃなくてみんな砂と一緒にボールもこう運ぼうとするんで出ないんです。そうすると意識としては、はい、まあ、どこに落とすってことも重要だけど、はい、やっぱり砂をこうボールの下のこう一緒にこう持っていくような、そんな。そうです。ちょっとこう立体的に考えてもらって、よくこの目玉焼きの大きさの分取るとか言うじゃないですか、はいはい、そういうの方が分かりやすいかも分からないですよね。ここに3センチ手前に落とすんですけども、しっかりここまでボールの下をヘッドがこうスッとくぐるように、ここに打ち込むんですけどボールの下にしっかりヘッドも食い込んでいくように、しっかりこの尖った部分を作って入りやすくして、入りやすくした状態で叩いてあげる、で叩いてあげる。まずはもう簡単に出るんで。ポイント的にはその脱出できないのは、皆さんこれが分かって原理が分かってないので、なんでこう構えてこう構えはいいんですけど、こっからもうこないしてしまってるんで、そのバンカーがなんで脱出する理論がみんな本当の理論を分かってないっていうんですかね。ただ、はい、もう立って入るのだけはもう一番アウトで、その辺の理論を踏まえつつ、アドレスしてもらうと自然に体は開いて腰もどんどん低くなってくるのでっていう理由があるので、皆さんぜひその辺も理解しつつ、構えに入ってみてください、はい、あともう一つはコツとしまして、コックを入れてしっかりボール地面を叩ける準備をしないとダメなんですけども、でもそのコックをするときには、このコックする方向がすごく大事になってきます、皆さん見ているとこう構えるいい構えしてはるしてるんですけども、テイクバック上げるときにこういうふうにコックしてる人がすごくたくさんいます。上げたいのでボールを。でもこうすると、さっき言ったバウンスもなくなってくるので、シャットになってフェースもシャットになって、じゃなくてコックする方向はできるだけ、極端に言えばこうですね。でちょっとシャンクする感じがするかもわからないんですけども、一回皆さん思い切ってこっちにコックしてみてください。シャンクはしませんので、こういう感じでこうすることによって、さっき言ったこの尖った部分をキープ したまま振り下ろしてこれますし、しっかりコックも使えるという。手の甲が初めはこういうふうに折れてるんですけども、この角度がなくなりながらこう上げると、ここにこうシャットになってきて、砂に潜りやすくなってしまうんですね。なんでできるだけバンカーショットはこう構えると手首側にコックを入れるように、感じ的にはこうですよね。体を回しながらなんでこうなるんですけども、できるだけ手の甲の側に折ることによって、さらにこのバウンスが効いた状態をキープできるので、でコックもしっかり入るのでしっかり叩けると。これが甲側に折れてしまうと、ここからほどくだけなんで刺さってしまうと、ということです。あとですね、クラブを振る方向として、やっぱりできるだけアウトサイドインに振った方がミスが少なくなります。でも闇雲にアウトサイドインといって、外からこうかぶってきたり
こういうわけではなく、例えば、刀で、藁人形をよく切るのを見るんですけども、切るときこう切りますよね。こう、これと全く一緒です。これ下にこの藁の束があるとして、これをこうズバッと切るのと全く同じ動きです。正面だとこうなんですけど、下向くのでこうですね。こう、でするとインサイドから入ってロフトが立って刺さるのが一番ダメなんで、それを防ぐためにもしっかり低く構えて、フェースも開いてコックもこっちにして、絶対インサイドから入らないようにできるだけアウトサイドインに振った方がミスが少なくなるになります。打ち方のもう一つのポイントとして、必ずボールを上げに行かない。ボールを上げに行こうとすると絶対皆さんこうなるんですよね。こうなるともう絶対バンカーは出ないですバンスが効かなくなるの でできるだけ絶対こうなら上げようとしないように、常にコツとしては左肩を常に低くキープする、フィニッシュまで。これ左肩が上がるとこういう風になっちゃって、クラブもちゃんと入っていかないので、ボールの下にもクラブが入らないので、常に左肩は低く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 キープする。打ってみますね。こうならない。皆さん、本当にバンカーショット難しくて、ゴルフをやめたいなとか思っている方はたくさんいると思うんですけども、しっかり、バンカーショットの理論と理屈をしっかり理解すると、必ず出るようになりますので、諦めずに皆さん、練習してみてください。ありがとうございました。